皆様おはようございます。5月25日土曜日10時50分です。多分50分やったよね。忘れた。晴れです。晴れだけどお空は青空っていうわけじゃないですね。今日の公演は土曜日で人はそんなに、あ、でもけん玉お兄さんがいる。けん玉お兄さん、けん玉お兄さんがいるよ、あそこに。昨日の夜はね、お月さんを見ることができました。夜っつったってね、夜中の3時ぐらい、3時過ぎ。だからまあ満月の次の次の日ってことかな、になるかな。まくん、出た出た月が丸い丸いまん丸いって感じですね、実に。はあ、綺麗でしたね。この企画は私の視聴者様の、私のって言ってもあれやっちゃうけどね、おそばさんのチャンネルの視聴者様だった方、視聴者様がね、声をかけてくれたんです。声をかけてくれたからね、鹿男さんがですね、ありがとうございます。あんな綺麗なお月さんを見てたんですかね、鹿男さんもね、皆様もね。曇ってるんだね、空はね、太陽が出てないんだ。綺麗だった。もう家のすぐ近くで見れたし、もうマー君を連れて行けれなかったんですよ。写真撮ろうと思って家に帰ってからスマホを持って行ったんですよ。もうマー君は置いていったから置き去り、マー君は置き去り、マー君は置き去り。あれ翼の塔の富山真紀さんって、真紀さんって市議会議員なんですね。浅間、北海道の浅間市議会議員さんだったんだ。何期目だったっけな、2期目だったかな、忘れたな。それは昨日の須田さんの入足を見て知ったですね。なんか議員かなっていうのはちょっと分かった時もあったんだけど、黒川さんの動画を見てて、動画じゃないな、あれ何やったかな、忘れたな。はあ、雲、あ、椅子が、あ、人がいるからな、座れんな。はい、そうなんですよ。もうあれやな、すいません、じゃあ失礼します。